どうも、天心半太郎です。このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況やオタクあるあるのショートなんか上げております。今からアニメの感想を喋っていきますけども、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。感想などはコメントに書いていただけると、すべて目を通させていただいております。よろしくお願いします。はい、ということで、真夜中パンチ第4話、見させていただきました。次の企画の主役は風でした。真夜中パンチ、もう第1話からめちゃくちゃいいなと思っておりまして、もうちゃんとそれぞれのキャラクターの理由がめちゃくちゃ明確だからこそ起こりうる、シチュエーションで、しっかり物語が進んでいくっていうところがまずめちゃくちゃ、まずそこが丁寧に作られているし、で、キャラクターも当然めちゃくちゃ愛がある。で、ちゃんと方向性として、まあ、吸血鬼っていうところをしっかりと進めていきながらも、吸血鬼ならではのチート能力を潰していって、その上、動画をどう撮るかというのが、まあ、しっかりと今まで描かれてきてる、まあ、新ギャラも3話で出てきた、トカゲね、可愛いではないですか、とかいう流れの中のこの風海でしたけどね、もう、名作すぎて、これはね、本当にね、もう、これ見てね、泣かなかった人ってもう、毎日外に出るたび、雨になればいいと思います。はい。めちゃくちゃ良かったね。まあ本当に、フーという、まあ、ヨーミヤさん最高なんですけども、まあキャラクターがいてですね、そのフーにおける、過去の話、まあ吸血鬼だからこそできるという、こともあるでしょうし、その、昔の話、そして一緒にやっていた、歌と決別した自分、それを一体どうやって取り戻していくのかっていう話だったんですけども、そこの、なんて言うんでしょう、いいな。まあ何がいいかってやっぱこのもうシンプルなお涙ちょうだいじゃなくてですね、しっかりと立ち上がっていく様を描いてくれてるっていうことが嬉しいんだと思います。本当に何事も人間ってやっぱり割り切りたい、けれども割り切れないっていうことが多々あるじゃないですか。それはもうこの前の番地に出てるキャラクターたちも一緒で、そこをしっかりとカセットテープをね残していたとか、そういうことがやっぱり風への未練でも思い出、その未練と思い出ってもうすごく表裏一体で、そこをしっかりと描きながら、そこの中でじゃあ一体これとどうやって向き合うんだっていうことが、その本当にみんなはその動画でなんとかしたいっていうだけだったのかもしれないけれども、始まりはそうだけれども、徐々に風のことを知っていくにあたって、やっぱり風のその背中を押してあげたいという、これが多分もう本当に友情っていう言葉でいいのかな、まあそれに近いんじゃないかなと思いながら見させていただいて、でようやく見つけた場所も、これもね、ここがニューヨークっていうのも実はめっちゃいいよね。うん、実はでニューヨークで行った、しかしそのアヤさんは死んでいた。人間の寿命ね、まあそういうもんでしょうし、それは結果論でしかないんですけども、だからこそそこに入ってた映像を見ながら、フーがあの時アヤが、死ぬ前のアヤがどう思っていたかっていうのを聞くことができると、聞いたことによって、そこでようやく全員が歌ってくれとその思いをぶつけていようとも届かなかった、そのフーにようやく歌ってほしいという気持ちが届くという部分がやっぱり一番ぶっときちゃいましたね。やっぱなんだろう、本当にずっと気持ちの中で引っかかりがあったことを、こうやってようやく呪縛から逃れることができたっていうことの最後の歌が、もう本当もうここに僕なんか IC チップとか埋め込んで永遠ループしたいな。もう、いいや、他の音、あの歌だけで一生終えてもいいかなと思っちゃった、この流れで。なおさら、やっぱね、ちょっとたまらんかったなと思いました。で、風の生活の部分とかも当然、初め前半の方で、銭湯が出てくるとか、ああいうところも非常に、魅力的、というか、ああいう部分もあって、今の生活があって、そして周りに巻き込まれながらも、なんとか、潤滑油のような風がこういう思いをあって、やった最後歌うっていうのはね、綺麗すぎるな、流れが。
綺麗すぎません。僕だからやっぱ今の風が歌っているその全員とね、前のドバッチの皆さんと歌ってるのと、昔のまあその映像上の綾がそこの仲間と一緒に楽器を弾いてるシーンがクロスするあたりなんて、ちょっともう、もういいよな、もう5位なんてね、もうずいぶん前に捨てたんで申し訳ないですけど、それはちょっと思っちゃいましたね。すごく抜群な回だったんじゃない。もうほんと前のカパンチ、正直ね、この間も、千葉翔也さんと鈴代さゆみさんの、番組で、前中パンチのメールが来た時に、僕はもうとにかく前中パンチいいですよって言いました。もうそれぐらい、とにかく今期のダークホース枠、ダークホースっていうのかな、まあまあ当然面白いだろうと思って見てたんです、もっと話題になってほしいし、もっとみんなに魅力届けたい。どうだった、みんな泣いたか泣いてないか、コメントかけるか書いてください。本当にめちゃくちゃこれこそ共有したい感情。はい、素晴らしかったと思います。ありがとうございます。はい、ということで気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで以上、天使半太郎でした。ありがとうございました。